こんばんは。お疲れ様。また外しちゃったね。それな。反省してます。めちゃめちゃ反省してます。いやー、なんでなんやろな。俺相性悪いんよな、たけしゃんと。なんか俺変わんのよな、いつも。なんでな。なぜ信じない。いや、翔がの方が信じられるって言いよったやんか。東京1600マイル。だいたい波より俺に賛同してるやつもおったやん。てかマジ、あれやったわ。ロマンチックホール屋さんだけでよかったわ。なんで勝ったん。ガミランはあんなん絶対どう考えても俺の方がガミランやろ。くっそ。謝って。すいませんでした。いや、ロマンチックウォーリアーさんは確かに強かった。負けすぎよ。いや、マジで勝てん。ほんと、やばい。ホンコンバ千切りに。いや、ホンコンバしか勝たん。っていうか、俺が勝ったもう一匹のお前、なんとか、バブルはダメだった。禁酒、禁煙、全部やってるんだが、もうなんなら。ドーブネキュン、ドーブネキュンはなんとか返したんやけど、まさか最下位になるとは思わんかった、俺が言ったばっかりに。すまん。藤田すまんって感じだ、俺は。当分謝って、ごめんなさい。ちょっとでも買おうとした俺がバカだったんです。いや、もう切れとるけん。俺、春競馬最後の砦で、宝塚だけはマジでもう許さんなっとるけん。マジで資金調達して、一発勝負かけるけん。俺の今度の休み、調達しに行ってくるけん。負けたらもう当然1万でやるけど。勝った分はそっくり乗せるけんの、俺は。限界突破。いや、もう勝たんかったら1万でやるよ。到達した結果って。損かわしい俺もマジで勝ちに行くけん。いや、20万勝つとかそういうレベルの戦いせんけん。俺朝から晩まで A タイプ打つけん。真面目に花花で稼いでくる。調子が良かったら2万3万は勝てる。嘘、負けそう。負けたらもう、あの、いつも通りの1万勝負になりますって。10倍でも10万かけたら帯だ。いや、まあ、なんぼ乗るかは知らんよ、そりゃ、俺も。真面目にやるけん。買ったら買えるかもしれんし、途中で。ええとこで。俺だけ使えるっていう金額を設定しとるけん、俺も。おきどき、おきどきはやらん、マジで。あれはもう負けるだけじゃ。今回は絶対乗せないかんことも考えとるんじゃ、俺は。やけん、縛りをも打たん。絶対。あんなんでむしろ勝って、万枚とか出たら、目も当てれんことになるけん、嫌じゃ。やりとうない。真面目、そう。真面目に、資金調達してくる。どうするん？A タイプよ。ジャグラーでも A わい、この際もう。俺は打てる方だからよ。紙芝居とかもない。純粋なるレシートだけを見せるわ、もう。真面目なやつはギャンブルしません。します。設定入れてる大家や。設定なんかねえんだよ、そもそも。マジで。ちょっと俺トロピカーナに期待してるんだが。マジで。レシート開けるか。まあそれも考えられることですよね、普通に。出すぎたら。さすがにこんなん使えんじゃろって。汚い展開もありけり。
どうせあれやしな、拡大ケースやしな、偽造しようと思ったらなんぼでもできるんじゃん、あんなもん。8の日が近いしな、うん、無難に10件を載せよう。いやでももうあれやで、ロマンチックウォーリアーさん伝らしいで、宝塚もう相当やばい宝塚になるで、完全にドゥドゥースさんか、ドゥドゥースさんしかないんか。あっても負けに傷をすと、それはせん、さすがに。リバティも出んやろ。ジャスティン・パレス、ジャスティン・パレスもな、なんかな、なんかどっかで裏切られとんよな、俺ジャスティン・パレスに。覚えとるぞ、ルメカスキル、ジャスティン・パレス有馬記念か、多分それや。あれ誰やったんだ、ディリップ・ボンド、和田龍、和田龍やったら俺行くで。もうこうなったらディリップ・ボンドでも、ちょっと最近和田龍にハマっとるけん俺、男泣きイケメンすぎ、笑った父母和田龍コンビにもう託そうかな。俺もかっこええんよな、顔がマジで渋すぎるんかな。もう和田じゃない、あ、そうな、しかも女装とかまでしてくれるけん、なんと和田龍は。それでいて生姜にも強いっていう体勢を持ってるところにもう惚れるね。西は和田龍ファンが多い。同世代、あ、同い年ぐらいなんかな。福永先生と同期とかなんとか。ちなみにズンコも同期らしいぞお前ら、和田龍と福永先生と。ハワードあかんのか、何をやってたんですかね、ほんとセリフォス君は。せっかく今回はお前の主戦場じゃろうって勝ったんがゆえのこの敗北。あ、ノリもうダメやったな、やっぱりもうダメやったんか、ステラベローチャー。そもそも雨降りよったんか、まずそっからやぞ、まず知らんぞ現場、俺は昼間買ったのに。ババが最後の渋った、ほうな、納めのやや重か、スタート良かったの後ろ下げすぎた。こんばんは、やっぱ釣れよ、俺見てみんよお前、今回当たったあれやぞ、シンフォギアボーだけやぞ、我々は敗北したんや。ジオグリフも頑張ってた、 JP も当てとった、俺の競馬プロも当てとった、そして忘れたんは、オスって。JP のオスがマジでイラつくんやけど、なんか東京競馬場に来ましたって言って教習所みたいなとこ映っとったんやけど、あれなんなんあいつの。JP の X は。あれ絶対東京競馬場じゃないですよね。あいつ絶対失効しとるで、免許。教習所、やろ？どう考えても教習所やったやん、あれ。オラみたいなもんか、そうかもしれないって。朝早くに絶対執行やろあれ、赤切符とかやで絶対。このさんやめて、信号機はもうついてくわって。ええよ別に、行ったらって、破滅の道しかないけどなそんなん。そろそろ俺の流れが来るはず、きっと。
でも俺去るもんはおわんけん、どうぞご自由にって。一緒にお花畑に突っ込んでいってくれや。6月も全敗って。ええとこは言っとんよマジで。最後の爪が甘すぎて毎回こんなになっとる。そろそろ俺にええ流れ、こんだけ外してぼちぼち当たるラッシュが来てもええんちゃいますの。相方が悪い。そうなんやな、それは認めるとこなんやけど。3連単で欲しい。もう2着と3着がマジで当たらん、ほんと。2着当たらんときは3着が当たる。3着当たらんときは2着当たっとるみたいな、こう、なんというかもうあと一つかみの、この心臓の一つかみができん、このもどかしさ。ああ、ありがとうございます。単勝で買おう。いやマジで単勝やった、ほんとロマンチックウォーリアーさんが。いやそれは分かっとったよ、ロマンチックウォーリアーさんが絶対強いっていうのは。ただそこに単勝に行けん、このもどかしさ、タヌキがゆえの。それよな、ナムユール2着も買えなかった。いや買えとったやろ2着は。時空の場合ロマンチックウォーリアーしとったら別にラミュール入れとったら絵だけでしたやん。入れれてた俺も。でもな、去年と一昨年の安田記念が悪すぎたんよ。なんで今年は激走するんですか。なんなんこれ、おかしいやろ。東京下手くそとか言おったやん誰か。俺を忘れんで、それはそれだけは。俺も言いたくないけど、こんなこと。でもなって、竹が中段後ろでスムーズに刺してた。やっぱ竹ちゃんか。得意は得意やろ。ほんとか。得意じゃなかったけん。マジで。見るぞ。戦績見るぞ。そんなん言ったら。安田記念。まあ、今年はええわ。ビクトリアマイルがまず東京の1600で8着やろ。東京11、1600、富士ステークス1着。なんだってって。モレイラ。なにーって。安田記念。タケシータケシーで16着。ビクトリアマイル、タケシー7着。東京新聞杯。東京11レース、1600、2着。優秀品名、3着。あったんか。三浦くんで赤松賞1600東京買っとるっていう。2歳新馬は生姜で1600中京1着。あかんな、買っとるやん。なんな、三浦くんで勝てるって言ったらうまいやん。誰誰なんこれ、誰が悪いん。一発あるから競馬なんてやらなければ負け額が全部手元あったのに。っていうけど、この状況もなかったわけやで、今の。やらんかったら。俺はやったことに後悔してない。こうやっていろんな人と出会えたし、競馬を通じて。金が残っとったとかそういう問題じゃないし。競馬楽しい。競馬楽しいです。後悔してるの？いや、全然してないよ。そもそもギャンブルで金なんかないなってことなんかもう1回2回じゃないし、悔しくないし。
勝負してないやつは黙ってろって。おお、空当然な。あの妄想馬券のやつとか俺絶対認めんけん。こっちだねって。命削ってるんですよ。それでやれ、しかもそれがさらに結果論とかで言ってくるんはマジでこらえんぞ、ほんと。エア馬券ウェイ勢とかマジで許さんけん、俺。自分が当てよう。まあ、頑張ります。とりあえず、差し当たって宝塚ですよ。次は。本当だったらって言うやん。そんなんおらんって、おるけん。マジ、エア馬券勢とかのしかおらんと思っとるけん、俺。逆に。どうしようかな。もう生まれんにしようかな、宝塚は。もう俺やっぱ絶望的に3連単下手くそすぎるわ。当たらん。単勝散らしてもええかもな。もうなんなら4頭ぐらい単勝買おうか。ガミランように3頭でもええわい。もうこの際散らしてええかもな。ガイドだったら2連勝。3着誰やったっけ。3着は当たったんか、あれ。いやでも安いやろな、あれ。あれか、ソウルラッシュか。いかんわ、ソウルラッシュじゃ激安よ。スプリンターズステークスまで間空くし。そうなんよ、やけんよ。2ヶ月ぐらいないけんな、マジで。あれんかったな。ラスト大爆発やろ。まあ、言うて1万7000ぐらいついとったけん。ええんかって感じか。モレイラとは別れよう。まあ、持ってきとるけんな。じゃあもうおらんなったん。これから、宝塚は出んってこと。こんばんは。こんばんは。まずあれやな。そもそもよ。総大将。今総大将、ベラシアオペラなんやろ。やばいやろ。宝塚記念も。絶対。キャラを揃わんで、これ。荒れるって。マジで。絶対荒れるよな。おい、もうプラダリアまであるで、これ。ロンシャムパークと。もうベラジオペラさんがもう一回やるとか俺思ってないけん、マジで。で、にわかは、絶対大阪へ勝ったベラジオペラさんからやるはずやけん。ここはもう力の差なんかない。ほら、プラダリアさん行くで、俺。もうロンシャムパーク、戸崎くんでもええわい。もう全然、あの大阪杯なんかもう、ギリギリやったけんだ。あ、鼻差とかじゃね？首とか。今年は京都開催。まあ、ドゥードゥースくんが、ダリマの激走があるけんな。ただいきなりな、ガクンって来ることも考えられるよな、ドゥードゥースくんだけは。俺は知っとるんじゃ、それを。ただそこでさらに、こう、何、せめぎ合いがあるけん。京都は、たけさんのには、じゃあもうドゥードゥースの単勝勝ってもええな。なんぼつく？ドゥードゥース。あれ今勝っとるけん、やっぱあんまつかんよな。ルメ何乗るん？ジャスティンパルスでもええな。じゃあルメの。
ドゥードゥースの魚やん。いや、ジャスティン・パレスやったら俺、ルメが乗るんやったらジャスティン・パレスでもええな。まあ、安いんよな、でもルメで。なんだかんだ 2.5 倍。2倍ついたらうまい方。ドゥドゥースくん？それはちょっと。いやでも2200やったらもっとキレがあってもええと思うけどな。ワンチャン、ルメカスの方行ってもええな。ジャスティン・パレスやったらなんぼつく？ちなみに。ドゥドゥース君が 2.5 倍なら4倍ぐらい7倍ルメで？ルメで7倍つくんやったら俺6から8倍5倍か4倍かルメ買ったらタケ。タケ買ったらルメ来そう。4、5倍でもまあ別にええよ。俺、今回資金調達するけん。3万ぐらい張るし、単勝に。2万買ったんやったら。最初の1万とプラスして3万にして5倍つくやろ。15万やろ買ったやん。張るければ帳消しですやん。もろた。一番縛りどうした？いや、グランプリやけん。もう俺ももうこの春競馬、こっから2ヶ月ないけん。資金調達してくるけん。勝つ前提なんだよ。いや、なんし、ここの、あれを上限突破してかけるわけじゃないよ。取れるかどうかの勝負を最初にしてくるってこと、他の本業で。ね。だけど、こっちのあれは板万件、1万しか。楽天銀行口座は。地場の財布から戦いに行ってきた分の勝ち分をそっくり乗せるっていうように俺は。5万買ったら6万いくで俺。単勝。ルメカス5倍つくんやったら。本業負けたら1万勝負になります。勝つ前提なの強すぎるやろ。もうやるしかないんよ。もうないんよ。俺には春競馬もうここしか。一番勝負になる可能性も全然あるよ。そん時はそん時でもうしょうがないけん。もう4倍に1万張るわ。やめた方がいい。いや、もうやる。俺は。もうやるって決めたんや。到達してくる。本業はいくらつぎ込むん？いや、もう本業は別に財布の紐が、あれになるまでは行くよ。頑張ろうと思います。4番ぐらい負けまでは、黙って投資するわ。どの台で増やすん？ A タイプよ。ハゲラーかな。初手ハゲラーから行くわ。か、はなはな。もう A タイプで固くいく。1000枚取ったら帰る。2万取れたらええ。減って入ってないのに。いや、ジャグラーは入っとる。花花は入ってないけど、ジャグラーやったらワンチャン取れる可能性がある。朝一行ったら。130台ぐらいあるうちの、まあ2台かな。6が。つまり、65分の1引けたら、俺は勝てる。一日遊べるかもしれない。2台もないろ。いや、あるやろ、さすがに。読んでもええわい、もうこの際。2000枚出てくれたら御の字。マジで八夜の裏研修でキスケパワーの話題ができた。出てた。なんで？新卒くんとか
博士とかのやつ。なんでな、なんでキスケパホが出るの。両天ってこと。車の中の子供を助けたとかで、クズやねえか。マジクズのエピソードが全国に出されただけやん。やっぱ愛媛ってクソだわ。車内にいた幼児助けた。はあ。それ親とか殺人未遂で逮捕されるんやないん。客でしょ。いや客がクズやろそんな。やばー。マジで。まあでも立中やけんな、熱中症にはならんかな。まあやばいけど、結構涼しいけん、日陰やし、駅前パオって。車内は暑いやろ。いやまあ暑いことも悪くやろうな、それはいかんよな。社内は蒸すから、いやいかんよ。そうと、ほんとそんな人間の商業じゃないけど、まあそれを発見したのはさすがの従業員の教育の賜物やな。さすが駅前パオやでって。そもそも駅前かそれ。パオもいっぱいあるぞ。どこのパオぞ。炎天下もあるぞそれ。小坂とかお前クソやで。あっこやったらお前炎天下になるぞ。そりゃゴミですわ。いやあっこはダメよ。あっこなんかもう駐車場なんか野ざらしなんやけん。東雲、東雲もクソやで。あっこも野ざらしやけん。ていうかもう駅前以外野ざらしやで。死んでまう。でもこれが愛媛のね、教育の賜物ですわ。みんな拡散して、愛媛のパチンコ屋はちゃんとしているということ。感謝状だとって。感謝状もクソもお前そんな怒らんようにしとけよっちゅう話やろうが。遊戯あれじゃねえわ、遊戯連じゃねえわ。それより俺らを救済せえや。くそ、はあ、客のレベルは、いやクソだろう。もちろん必要なのは託児所だね。そうかもしれん。いやー、ね、なんなんやろな、車に乗して自分らパチンコン講じる気持ちがわからんわ俺は。クソのクソ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 、お前やったら発狂するのになって。外にも出れずに打てんのに車の中に押し込まれとる気持ちがわからんのかと。自分がそうなったことを考えないね、クズの典型ですわ。お前発狂するやろうがパチンコ打てんかったらってならんか。打ちたいやろ、でもお前出れんのやでっていう状況になってみんことにはわからんのだろう。さあお前ら放置してスロー行くやん。でも冷房の効いたとこでパソコンとかしよるやん君らは。やけん俺はスロット行くやで。ぬくぬくしたとこでなんか作業してますやん。それは俺もパチンコ打ちに行くよな。別に育児放棄じゃないし俺は。路面歩道を見させてパチスロに。それはあれよ、交代制でやるやろ。嫁もパチンコ行きたいやろうけん、今日はじゃあ俺が見とくけん、打ってこいやって。
二人ではいかん。でも今日は俺が行くでって。見よってなって。そこはきっちり分担するけん、俺も。見るときは見るし。やるときはやるし。パチンコ夫婦、クズ。あちや行ってるときは親が注意したらどうするって。え、そんなん帰るよ。あるん決まってるだろうが。どうせ負けとるし、勝っとっても帰るし。ドレス取れて喧嘩にならんの？ならんよ。だって生かすもん。今日は行ってよって。俺は我慢するけん。でも明日は俺が行くでって。交代制。もっと引いても、エイリアンが出てもって。舐めるなよ、俺を。そんなもん捨てて帰るっちゅうねん、横のおじいにやるわ。ちょっともう僕、人生の、3回目が来たんでって。これもう終わらんのですけど、あげますって。でも次回なんかあったら僕もくださいねって。念をして帰る。覚えといてください、僕の顔って。なんで嘘つくん？つかんつかん。帰る。絶対帰る。それはさすがに。人として。知らん人から当たりもらったことある？あるんよ、これが俺。しかも、おきどきで初代の。マジでびっくりしたわ。ボーナス終わって。ゼロゲームでもらって。で、速攻光って、そのビッグでカナちゃんランプが、ドキランと一緒に光って、え？これドキモやんって。で、大して伸びずに終わって、すぐやめて帰った。あれは今でも忘れん。オグリのパワーステーションや。かまんのけ、こんなんもらってって、俺マジで思ったわ。この人の顔覚えてる？結構やんちゃ系のイケメンやった。めっちゃ急いどる風やったね、横で。出し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 やりよって。何枚出た？ 800 枚ぐらい。俺がもらってから。ドキラン光った時はまあまあびっくりしたけどな。うっそ、マジでこんなんもらえるんけって。20スロやで。ただよ。いやでもただやろ。1万6000円もらってるもんやぞ。ただで。神様って思いました。パチで確変あげたことならある。やっやったこともあるかな、俺。やったことはないかな。時間あるしな、俺。R から譲るって言われたけど、店員に止められた。あるある、そういうクソ店。これ以上は抜かさんっていうな。マジでひでえもんだぜ。まあ、楽しみにしとってくれや。とりあえず。ワイの、イキシリの戦い、資金調達編。俺ももう切れてるからよ。ラスト記念で。成功率どれぐらい？まあ、どっこいかな。とりあえず。どっこいやと思っとってくれ。勝つも負けるも。
宝塚で大勝負。せやな。まあ、大勝負になるかどうかは俺のもう本業にかかっとんやけど。宝塚記念。ジャスティン・パレソ。ムクスロジジイもあんの。なんもしんどるやろ。多分。言ってないし。BB とかも潰れとるし。それとともに散ったよ。ドマンとやってられませんわ、これマジで。禁酒はもう耐えられへん、俺酒でも飲まんと。いやマジでオリオンビールでも飲まんと耐えれん。助かっております、非常に。ダン・マツマさんと、シン・ホギア・ボーと、ふと水に、生かされております。おどおどんしろって。落ち武者、マジで落ち武者よ、ほんと。何気持ちよくやりよったのに、どうしてこうなった。今日ポテは今日はな、あれだよ。俺昨日お前、ペペロンチーノ、悲しみの中作って寝たけんな。自分で。ちゃっちゃって。泣きながらペペロンチーノ作って寝た。今日はあれ買ってきとるけん、俺。牛カルビジューとコールスローサラダです。野菜も取ろうと思って。しょっぱかった。つらかった。ロマンチックウォリアーって。マクドナルドさんもお前、煽りよったけんの、勝利を。こう耳ピッて、野々村みたいになっとったで。聞かせるお前らの。あとおもろかったんがな、香港の、なんかファン、ワイラと一緒だったっていう、ウマ娘の映像とな、あのアニメの、あれと一致しとる、香港のファンが話題になってた。一番最前列で涙流しておるメガネの白 T シャツ2期みたいな。見たあれ。あれやばいよな。マジで似せてきとったけんな。遠征組なんかおったの。でも最前列よ。しかもマジでアニメと一緒の構図やったんだが。見てみて、探して。やっぱ自国の英雄を見に来る2機はおるんよ。映ってたって。コスプレあるんじゃないん、やっぱり。アニメって世界共通ですから。あと藤子ちゃんが行ってしまったっていうニュースも見てしまったんだが。どうした？藤子 LP 初代なんだな。なんかもう変わってたんですね。俺知らんかったんですけど、藤子ちゃんって言ったらあの声だと思ったんだが。ルパンは全員行ってしまった。もうちょうどルパンは全員行った。じゃあもう全然違うんか。俺は初代派だったんだが。ルパンだったら誰が好きな？
俺はもう当然お前決まっとるでしょうが、次元よ。どう考えても次元一択でしょう。クリスタルボーイ。こんばんは。次元かっこいいですよねって。ルパンニキも現れてくるで。ケンタロウは生きとん。ケンシロウは生きとるやろ、あれは。あれ、筋肉マンとかのやつやろ。あれは生きてるでしょうよ。弾は一発あればいい。それはゴルゴでは。高級生に次元ガチ勢がいたの思い出した。そんなんおる。パラ十字弾好きね。ほんと肉アニメではまゆみちゃんって。いや肉やろ。肉とケンシロウって一緒やろ。これキン肉マンもケンシロウも無理だろう。新しいアニメで声はえらい変わるらしい。まあもうそりゃな、俺らがガキン頃の声優の人なんかはもうそりゃええ年になっとんやけん。それは戦しゃあないよ。まあもう行くよってなるよ。こっからはね、前たちの時代だって。前の物語だろう。もう若い頃の台頭竹立つあやな返そうって。青ちゃんとかな。もう俺もそっち系に走ってしもとるけん。中尾とか。すっかりベテラン、豚ですね。中うって、ううって、中う。中うは演技うまい。中うは何歌っても演歌になるっていう。でも中うはあれらしいで、あの、のど自慢嵐やったらしいで、愛媛で。若い頃は。あの会場に行っては優勝をかっさらっていくっていう伝説を持っとるけん。地元とかいろんなところでもうその辺から違っとったらしいぞ。振動やったとか。もうのど自慢嵐。さす中尾。もう地元ではもう有名やったらしいとかなんとか。俺は親がカラオケの教室の先生やから。あ、そうな。まあ俺知らんのやけどな。東洋だからな。地元の伝説。やっぱそういう人って違うんだよな、人とは。やっぱり地元じゃ負け知らず。地元じゃ負け知らずというよりももうシンフォギアの中でも負け知らずやろ。一番年長でしょうし。中尾は一個上とかじゃないかな。同級か上だろう。まあ紅白も出てるし。
歌詞でも歌が下手なのが多い時代だし、業界でもリスペクトされてる。されとらい、それはもう。シンフォギアまとめるんは中尾ぞ。俺が行ったコンサートだってほとんど仕切っとったん中尾やし。俺は鼻が高かったね、あの時。俺、ほれ、愛媛そうって。お前ら見てるかって。おい、見とけよって。仕切っとるぞ、中尾がって。回しとるぞ、MC でって。おーんって。どや。愛媛すごい、俺すごいって。後方彼氏面、何それ。水木なんかすごい、俺すごいって。地元愛相当あるやん、めっちゃあるで。俺全然受け入れられんけど、この俺の愛は。めちゃめちゃイオンのに、はいはいって、ハイワロハイワロみたいなんで言われるけん、さらに怒りのボルテージが上がっていくっていうやつですわ。あんま愛してないやろ。愛しとるっちゅうねん、来いって言いよろうが、いつも。いやよ、来いって。友近は、あいつは別にそうでもないな。チロクタルト美味しくないし、なんもないし、いやよ、いやよ。明後日行く予定、キスケの宿泊まるよ。それは俺とガチンコがある可能性もなきにしもあらずやな。ワンちゃんキスケの宿やったら、ハゲラーコーナーに行ったらハゲがいるかもよって。まあ休み知らんねやけど、俺次の休み。俺は泊まらねえけどな。普通の人は観光する。ホールで見かけたら声かけてもええ。ええよ、そんかしスマホは没収なって。遠くから撮影とかしょったらマジで許さんけん。タバコあげるけんクーンって。喫煙所はこっちですよって。行きますって。一緒に行きますって。積もる話もあるでしょって。負けてるんすよね、ズーンって。結構きついんすよって。積もる話もあるでしょって。尾形でラーメン食べますって。出しますよ俺。え、いいんすかって。じゃあって、わかめご飯を。一杯くれまいか。年下でもって。出されるもんはペロリと平らげるんが僕の心情なんで。いやいやって、出します出しますって、って、まあ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 って。いや、せっかく永遠まで来てもらったのに僕が出さんどうするんですかって。いやいいですいいですって。そうっすか、かまんのっすかって。じゃあ遠慮なく。一回は否定しとこわい。2回目行ったら、もう、じゃあ、折れそうやけん。観光大使が怒られるのはどうかと、それな。愛媛県民だったら、
愛媛県民やったらなんでってお前愛媛じゃんって、もうむしるツンってする。県外やったら相当俺やるわ、お前嘘なって、お前地元民って打てばって。東京は別にどうでもええけん、もうおるんやけん、移住してくれるかどうかがもう瀬戸際やけん。俺の同郷なんかもほっとってもすんのやけんええんよ。いかに県外から来るんを獲得できるかっていう勝負やけん俺は。冷たい冷たい冷たいよ。移住したら、いや移住したやつはもう今後もケアバッチリやけん俺。元どっかみたいなんはもうあのその後のケアもあるけん。元々のやつは許さん。過去最高の移住だか過去最高の人口減少、まあ、出ていくやつ多いけんな、どう考えても。仕事がなさそうだからって何をおっしゃいます。今はね、あの地方でもあれなんですよ、リモートワークとかで都会でも都会の仕事できるようなシステムも開発されてるんですよ。地方に住みながら都会で仕事するっていう、ね、新しい仕事のやり方っていうのが確立されてきてるんです。接客業とかは無理よ、それはもう勝手にあのココスとかあのガストとかで働いてくれや。俺がイオンはもっとドゥードゥ企業の方にあの就職して、地方からリモートでいいっすかっていうのを確立してからあの移住してきて、もうそんなあの接客業とかは無理だから。俺もリモートにしよっか。上司ってええよって、僕もあの愛媛から仕事するんでって、大宮切ってあの愛媛に来て、別にどっからでも仕事なんかできますから俺って、能力あるんでって言って来て、あの強調して愛媛をパソコンがあったら僕できるんでって。いや、やれって、知識あるやろうがお前らできるやろ。リモートの化け物やろうがお前らは。無理よ、やれって、確立されてきとんやけん。俺もやりたいわ、できるもんならそんな知識あるんやったら愛媛行くわ俺。やるなら青森戻る。まあその故郷があるんやったら俺はもう言わんけど、別に故郷にもう何の絵にしもないんやったらちょっと愛媛来てもええんちゃうか。普通にもうなんか天涯孤独みたいな子だっておるやろ。もうええやん、故郷なんか捨てて来いって愛媛。愛あるけん、熊おらんけん、あの四国とか熊おらんけん、ほぼほぼ絶滅しとるけん。九州の島津ほどじゃないけどおらんけん。イノシシは別にそんなにあれやけん大丈夫やけん。四国がまず無理って、ああ損してるわ。うまい魚に山の幸海の幸とかあるのに、それも知らんで本州だけで生きてあるとかかわいそう。俺は本州にも行くのに四国知らずに死ぬとかマジで人生損しとるわ、かわいそう。どんぐらい損してる？まあむちゃくちゃ損しとるわな。優しいですか？相当優しい。むしろ倒れとる人がおったら駆け寄るね。
じゃあ一生四国どん出んとけやって。いや出るし、俺は四国も好きやし本州も好きやし、お前らみたいに四国っていうだけで嫌わんし、本州は本州でええとこあるし、九州は九州で楽しいし、いろんな楽しいとこはあるし、でもお前ら四国ってだけでなんか見下しとる感が強い。せやろかい。そんなこと、じゃあ来いって言うんよ、来んやろうが。嫌やわ、四国とか行きたくないとか言うんは、じゃあ何なんと。行く用事がない。いや、用事を作れや、じゃあ。ないんなら。めんどくさいよ。なんて、って。交通の弁護の、いや、飛行機乗ったら来れますやん、松山空港まで。1時間半あったら着くっちゅうねん、東京からでも。俺は行ったら1時間半で着くぞ、東京に。新幹線はないけ、諦めろ。飛行機あるよ、普通に。1日2便ぐらいあるんじゃない？どこ行けばええん？どこでもええわ、別に。愛媛じゃなかったもええわ、もう。この際やったら高知でも香川でも徳島でもええけん。来たらええが。そんなに愛媛が嫌なんやったら香川とか高知行けば。それでも四国に乗ったっていう事実があればええんよ、俺はもう。この際。とりあえず四国に来て。それで、高知とか香川に来た時に、あ、じゃあついでに愛媛寄ってみようかなって思ってくれたら万々歳みたいな感じやけん、こっちも。うどん食いたい、カツ美味しい、ええよ。そのついででええけん。別にその道中でちょっと通るだけでもええから、ドライブとかレンタカーとか借りて徳島でもええよ。ナルトの渦潮とか見たついでに一瞬でもいいです、片足だけでもいいです、愛媛の四国中央市に足を踏み入れてください。こっちまで混んでもええけん。愛媛に入ったっていう事実さえあったらもうワイはもう、案件じゃないけん、別に。四国一魅力ない。もう、わかった。もうええ。もう、いつものことながら、もう、ええわ、踊りだ。混んでええわ。四国なんか混んでええんよ、もう。その知らんまま、墓まで行ったらええわ。ああ、行っちゃった。だって、今週、どんだけ言っても、もう来る気配ないし、もうええわ。入り方わかんない。いや、やけん、別になんぼでもあるやん、入り方なんか。来島海峡大橋とか、明石海峡大橋、瀬戸大橋渡ったら来れますやん。いっぱいあるやん。飛行機乗ったら来れますやん。行けたら行く。広島行くわな。まあ広島の方が強いよな、そりゃ。山陰行くも愛媛来るも変わらんと思うけどな、俺は。でも山口行くぐらいやったら愛媛来た方が近いんじゃねって。九州もしかりな、手前ですやん。九州は行くくせにな、その途中で降りんっていうわけのわからんムーブするよな。島根の方が魅力ある。島根だって別にって感じやん。そら出雲大社とかええかもしれんけどさ。山口は福岡とセットで楽しむ。ああなるほど。美味しい店も多い。フグか。まあそうよな、
フグにはかなわんよな、うん、歴史的建造物ある、あるよ、道後温泉っていうね、あのお前波より川のやつとかいる、新法寺は解禁坊、ここに来てまだ煽るか俺を。ええよ、今回はお前の勝ちだ、俺も素直にあれするわ、買えませんでした。俺もさすが負けは認めるけん、いつもボコボコに言ってすいませんでした、今回は俺の負けでございます。悔しいけど結果が結果じゃん。オリオンもらってからおとなしいな。ああ、美味しくいただいております。現実逃避のオリオンビールを。あったやつが偉いって。愛媛より某の地元行くわって。ええんか？北九州やぞ。もう行けよ、絶対。今お前、渦巻いとるぞ。北九州とかお前、修羅の国やぞ。それでもええんやったら行けや。ロケットランチャーが見つかった、ほんとなん、おい行けよ絶対。ロケットランチャーなんかどうやったら見つかるんぞ、お前やばすぎやろ。ニュースになってた、それがあれか、それでそんな忍耐力というかあれがついとんか、度胸が、あいつは手榴弾とかも落ちてる。ロケラン拾ったらどうするって、それはまあ警察に持っていくわ俺も。そんなお前拾ってしもたら、まず拾うなって。メタルスラッグみたいな世界、いやようやっとると思うよ。くっそー、ほんと安田記念だけはマジで許せんわ俺。汗こうも4年間屈辱を味わさらなければならぬ。切り替えらんねえのか、切り替えたい。単勝でいこう。そうすっか、絶対裏切られるけんな。でも単勝とか 100% 2個買うか。そうや、ルメカスとタケシャンの買ったらええやん。じゃあなんて簡単な作業なんだ。それでもう絶対裏切られんし勝ち確や。あとは資金がどれだけ取れるかな、勝負やろ。全然増えんよ。それでも勝ちは勝ちやろ。2倍以上ついたら絶対勝てるんやけん。2.5 倍とかやろ言うて。じゃあ勝てるじゃん。あとは金額の高で値段が上がるって感じだろ。勝ったな。ああ。実績残したい感じ。まあ勝てるかどうかの勝負やけんな。2万貼るとするやろ、4万やろ。でも 2.5 倍やったらなんぼど、2万が4万5千、5千勝ち
ょぼくね。1点は無理、絶対。もう俺はもう絶対外す気しかせん。それこっち勝ったらどっちかが立たんけん、間違いなく。俺はいかん方を選ぶはずや。一番縛りはどうした？やけん、それは資金、あれじゃ、資金調達せんっていうのやるんじゃ、俺は。もうないんよ、春競馬はここで終わりなんよ。じゃあ、爪痕残すためにはどうしたらええんって。でも楽天銀行口座からいっぱい出したくはないんよ、俺は。で、じゃあどうすんのって、本業で稼いでくるんを、楽天銀行口座にぶち込んで、そのまんまそっくり乗せるっていうんが一番の勝負でしょう、これ。これ以上減らしたくないんや、俺は。それやったらもう最初から財布の金を楽天銀行に入れるんが一番賢いやり方なのでは。勝負もせずに、その勝負しようと思ってた金額を入れるのが一番丸くね。何ならんし。正解見つけちゃった。あ、確かに。でもそれじゃ面白ないんよな、なんか。やっぱ何かを犠牲にして戦いに行くっていう気持ちが大事だと思っとるけん、俺はやるで。そんな金入れただけじゃ意味がないんよ。やっぱやらないかんのよ、本業は。そうやろ。そんなん死人の考えやろ。ただただお前財布にある金を楽天銀行に入れて増えましたって言ってやるんと、戦って勝って負けてもええわ、やるけん意義があるんやろ。そうでしょうよ。それで負けたら普通に1万勝負になります。それはもうしょうがない、ある分でやる。死んだらほら、いやもうしゃあないやろ。もうそれ死んだら死んだで、もう俺は一万でやるで。だって一万縛りなんやけん。俺は今回はただ資金を調達できたら増えるっていうだけの勝負なんで。それが、ま、負けてしまったらもういつも通りの戦いになります。やないと思んないわ。本業次第の戦いも、この、もう春競馬最終戦は。帯取りたい。取りたい。一回だけ飛びたい。マジで。もう別に、税務署棒とか来てもええけん。取りたい。払うし。税金払うし。税務署棒を殺到してもええよ。ああ払ってます払ってますって。今年帯取りそうな気がする。俺たまっとるだよこれ。いきなり来るけんビビっとけ。ワンチャンスがあるぞ。取りたいわ。どうぶねきゅん。機動力を高めていて、ありそうなんだよな。ポマイラーポマ、万人レベルの年収なら半分税金とかにはならんか。じゃあもう黙っとこ。帯取ってもほっとこ。税務署棒来てもほっとこ。無視ったろ。うっ
結局仕事するやろな。無申告やばい。じゃあやっぱやらないかんのか。何歩超えたらいかんの。じゃあそれだけ教えてくれや。何歩までが上限なん。ここまでやったらまあ大丈夫やろみたいなの教えてくれ。60か。じゃあ60に合わすようにするわ。帯はやらんとくわ。もうめんどくさいけん。やりとうないし、そんなん。ギリギリのライン攻めよう。55万とか。その辺狙いに行くわ。取れるみたいに言われても、やったるでーって。頑張るけん。去年置き時で80万ぐらい買ってますよね。なんと3点方式には税金は存在しません。一回一回がしょぼいんで。そもそも国は存じてないんで、そういうこと。残念ながらあいつが存じてないけん、ハゲとか。遊戯ですから。そもそもそんな加点し、一日で。監禁なんてできませんからね。何のことやら、知らん知らんって。っていうシーンでも、お前張り付いとけやしは。かかる棒は。そこで腕掴んでくれや、俺の。まあ、そんなんねえけどな、愛媛県には。たまたま近くに小渕翔がいるからな。なぜか。トータルで勝てないと税金ならん。そもそも税金になるんやったら、じゃあお前かける金額のとこもお前やれや。控除しろや。こっちお前何歩かけとるもとんどボケが。存ぜぬ。それな、お前何歩使っとるかお前分かっとんか、じゃあって。それを調べてから言えよ。何歩かけてるん。それはもうまちまちよ。いろいろよ。使っとる日もあらい、そりゃ。まあ、プロとかやったらそうなるんじゃない？俺らは、エンジョイ、パチンコ、パチスロ勢だから。上持ち調整で戻してよ。負けとるっちゅうねん。トータルなんかで勝っとるわけなかろうが、俺らが。でも、去年良かったよな、マジで。今年はひどいで。今年こそ逆に救済してくれや、じゃあ俺を。そういうのは救済せんくせに、ええ時のは取るんか？おい、それは通らんだろう。ねえ。どんどん悪くなる。いやもうめっちゃ減っとるけん。遊戯全人口とかもう相当減っとるで。さすがに見切りつけるやつの方が多いわ。今の状況は。もう一部の脳を焼けたやつしか残ってないけん。パチンコホールにおるやつらとか、若者とかなんかももうな、やらんで。さすがに。昔の全盛期知っとった40代とかの選ばれた戦士みたいなやつらしかもう残ってないけん。おじいとか、おばあとか、20代とか、ジャグラーとかしか売ってないんじゃね？
サラ金とか15に金突っ込んでるやつがあれしようんよ、千葉2に走りようんよ。会社の20代のギャンブルしないんって聞いたら鼻で笑われた。まあ笑うやろそりゃ。え、まだやってんすか先輩って。今ソシャゲっすよ。それよりあれでしょうって、新ニーサでしょうって、行こうって。おお、やりよれやりよれって。タイプあるんよ、やれやれ。ニーサでもビットコインでも何でもええわ、もうやれや。積み立てニーサ、タバコ吸ってるだけでええよな。ほんと今時のやつなんかもうあんな、もう手が出んような値段になってから覚えるやつなんかもうおらんやろ。昭和の亡霊がついよるだけだろほんなの。タバコ吸わない、酒も飲まない、ギャンブルもしない。酒も飲まんのか、もう今時の若者は。アルハラとかカスハラとか、最近はカスハラもすごいことになっとってな、お前ら。AI が自動で柔らかい口調に変えてくれるらしいぞ、クレームの電話とか。新規大卒を逃がさんために。やれ、クソクレームのやつとかのやつを相当音声入力で変えるとか。優しい世界って、カスタマーハラスメント、ひどいもんやで。お前んとこの商品でお前なんとかなったやろボケクソとか言うんが、あら御社の商品を買ったところによりますとですねって、ちょっとおかしいと思うんですよ的なもんに変わるんじゃないか。そこまで優しくはならんかもしれんけど。オドレスどれがあのよろしいでしょうか。電話の向こうで生きてるやつなんか鼻くそほじっとけばええんよって言っても、今時の若い子はもうそれだけで、あもうやめますってなるんよ。そんなん聞いた瞬間に、あもうこんなんクソやんって。やけんこそ企業はいろいろ努力をしよるっちゅうことや。あーだるってなるわ。いやそこは昭和の亡霊は耐えるけん、ぐっと俺耐えるで、ボロクソ言われても、はあすいませんって。御社の商品で何か不具合でもございましたかって手もみしながら、おお、お前んとこのあれやって、あらことにすいません、申し訳ございません、次回からはってこのようなことはないようにしますよってにって、で我慢する。ああ一本あったわって、タバコ吸いながら、くっそ、あとでゴリゴリに愚痴るわ。ああもうマジで最悪やわって。でもクレーム来たら、ああまことに申し訳ございませんって。テンプレしか言わんけど俺も。いらにいらにって、上に申し上げておきますのでって。優しく、粗相のないように行く。クレーム窓口って言ったけど、最終的には無感情になる。なるやろな。お祭りやるよ俺は。揉むよ、手揉みするよ。誠に誠に誠に本当にマジですいませんでしたって。ちょっとバカにしていくわ、もうなんなら。もうイラついてきたら指紋なくなるまで擦る擦り倒す。
でもなとかもう使わん。もうその電話が終わることだけに集中していくわ。でも一本やったらいいんすよねって、そんなその辺のなんか柔らかい言葉でやれるやつと俺って違いますよねって上司に言う。これ汚い話ですよ、ジェニーちょっと違いますよねって。その AI 使ってないんすからって。給料色つけてもらえます？フレームは長引かせて仕事量を減らすんだぞ。ああ、なるほどな。それも、新しい仕事の試みやな。もうこいつやったらちょっとぬるいなっていうやつを、引っ張って引っ張って、違う電話に出んという、あれになるんか。これは本当にやっとる人の、答えやな。俺もそうするわ、じゃあ。深いなぁ。やってるね。偉いなぁ。あ、こいつぬるいわって。いや、あの、カスラでも、あの、最下級戦士なんか来たわ。ラッキーとかいうレベルになってくるんか。ああ。そういうの引っ張るわ、俺も。粘り腰ブートキャンプ。会話したい老人が難癖つけてくるのもある。おじいって寂しいんか。別にそれもうちの商品関係ないぞって。聞いたるぞって。何度って。辛いんかって。嫁に先立たれたんかんって。そっから2時間ぐらい行ってもええな。ええぞ。今の俺なら聞いてやるぞって。他の電話出たくないけん。何でも言ってくれって。そっからおきどきとかの話に広げていこう俺。あれあるやろがあって。朝一。リセモとか取りようんって。あ、やってないって。やった方がええよって。32やめはやるなよって。200回っとるやつ朝一攻めていけ。今度やるって。乗り打ちするって。むしろもう AI が多分もうそっちの方がええんじゃない。もう人間がやる仕事じゃないやろあんな。全部記録されてます。ビクン。そうな。じゃあもうクビやん。そんな一日で。終わりじゃん。高井くんさーって。受けいいんだよねって。このパチカスの苦情相当来るけん。ここの対応任せてもらっていいって。かまんすよって。今日は何の屋上が来るんぞって。アゲラーかって縛りよか何でもええぞって。聞いたるぞ。そういうんやったら何歩でも聞いてやるんだからって。千葉の10連で抜けたんやけど。あ、それも前から6連の時に 88% に上がっとったやつですって。はい、終了。バーンってしばしガチャン行くわ。あーそしてお前なーって。勉強してから来いよって。お前そんなんも知らずにこんな苦情かけてきよんって。しょぼ、腐って、ガチャンって。二次クレーム。いや、勉強してからクレームかけてもらっていいっすかって。全然ダメって。首な、ええよ、首で。こんなんやってられるかって。逆に、もうそのまま帰るわ。録音されてるから、もう、って。
一件一件ちゃんと後で今の対応のここが良かったとか悪かったとか評価がある。えぐ絶対無理やわ俺。クレーム入れたことあるん？ない、一回もない。そういうのはしない。あーって思っとっても別にそんな電話することではないし。実際だとどんな対応しますか？ああそうですかって。まあそういうこともありますよね、機械ですからって。冷静にあのもう機械的に対応するわ、機械のことなんでねって。あるんじゃないんですかって。僕は見たことないですけど。チンって。でもパチンコとかパチスロって機械なんでって。なんか不具合とかがあったらそういうことも起こりますから。黒電話なんかああいうのつけとるよな、あのヘッドホンみたいな。ああいう人らって女の人がなんかスーツ着てこんなヘッドホンつけとるイメージだわ。ああいうカスタマーサポートセンターって、やけん調子に乗った生きったおっさんとかがそんなん言うんやろ。もっとお前ヤクザみたいなやつ置いとった方がええんちゃう？と好きいた声の。そしたらそいつらも生きらんやろ。いや生きるか、電話やったら生きるよな。結局ネット弁慶と一緒でしょこんなの。テレビ電話しようって。おお、スキンヘッドのあれ奥で俺も。そうなったらよし行けって、宮本くんって対応してって。うーすって、もうそのまんまのあれが出てくるんだが。何ですかって。何かクレームですかって。どうぞって。あのはよ言えってって、言えってそれはって。こっちも強くなれるやない。言うとみって。企業イメージマイナス。頭も叩けドーンって。それはそれでもう企業としてどうなんだとなるわけですね。いかんの、やっぱり暴力では何も解決しないんですよ。電話番号覚えた。もうかかってこんで、そうなってきたらクレームとかなんかもうない。海回そう。いやもう海しんどい、もうあれもう全部見たし。それより俺はあのハゲをどうにかせないかんのよ今思ったら。俺やりますよ、坂本龍馬と俺は共闘せないかんのよ。飲み物取ってきていいっすか？てかもう飯食おうかな先に。どうするべきかなんよな、ここ2時3時に食うか、それとも先飲むか。悩ましいですね。先に食っとけ。しょうがない、ちょっとじゃあ。いや待てよ、いや飲み物だな、まだやっぱりここは先に飲み物が大事だ。
ちなみにさ、順調にジョッキ感が減っていってるんだが、帰るたびにおお、あっさん飲みよるねって俺は思ってる。知らん間にちょっとずつ減っていくよ見るんかな、最近の俺の楽しみなんだわ。マロセール、もうマロセール勝手に取っていきよる模様。なんでこんなことしてんだよ。いや可愛いやん、やっさんやっさんはもうとりあえず飲むけん、絶対夕方には。マロちゃんはもう酒やけん、もうタバコもやめとるけん。泡出るの楽しみよるかな、楽しんでるだろう、こりゃ。 KC の怒られるの、 KC が言ってくるけん、お父さん欲しいって言うんやけどって、ええー、よって、安さん言いに来いやみたいな。俺飲ますんも嫌やしって感じなんやろ。年やからって、年じゃないんよ、やっさんは酒は強いけん。ヒロくんってちょっとカバンって、ええよって、やっさんええよって、ほんでやって、やっさんに親孝行できるんこんぐらいやけん、俺ももらいもんやけどな。シンフォギア4ありがとう。直期間はやっさんから美味しく飲んでるから。ほほえましい。横流し配信。オリオンビールは俺が飲んでる。俺が美味しくいただいてる。直期間なかなかな、あれなんよ。太すぎてな。結構効くんよ。しかもあれ爆発するけん、たまにぬるいやつとか開けたら。オリオンもええよ、別にオリオン飲まれてもええよ、ええよやっさんって、オリオンいっぱいあるけんって。